今日は私の呼びかけにお集まりいただきありがとうございました。皆さんの勇気ある行動により世界が救われ、五州一体の連邦制が誕生して早1年。今のところ大きな問題もなく平和な関係が築かれています。これは誠に喜ばしいことでございます。王政で亡くなった今、私にはこの程度のことしかできません。ささやかな宴ではありますが、本日はおくつろぎください。魔法を消したのがつい最近の出来事みたいに感じられますね。本当にあれからもう1年か。でもどうして魔法を消す必要があったのかしら。それはきっと忘れても困らないことだったんですよ。そういえばレムスは医者になったのよね。違いますよ、まだ勉強中です。それよりもイライザさん、上議員のお仕事大変そうですね。まあね、イグレジアスのためだから。でも次の選挙には出ないつもり。どうしてですか？見てみたいのよ、議員としてではなく一市民としてどう国が変わったのかを。それで別の問題点が見つかったら来年また出馬するわ。まだ過激派の連中があっちこっち問題を起こしているからな。俺はまだしばらくは戦いの日々だ。あなたが過激派のテロを未然に防いだ話はよく耳にするわ。大変だけど頑張ってね。ああ、せっかく大陸が一つにまとまる道を歩んだんだ。こんなところでつまずかせはしないさ。にゃはは、食べ物がいっぱいにゃ。ごれごれ、あまり食べすぎると後でひどい目に遭うぞ。平気にゃ、これくらいいつでも食べられるにゃ。やれやれ、イライザに引き取られてからさらに食事の量が増えたのではないか。まあそういうわしもイグレジアスに呼ばれてからは少し食べる量が増えたからの。平和なものじゃ。そうなのよね、私も毎日トロック目の立て直しでバタバタしてるけど、戦ってる頃に比べたら少し太っちゃって。にゃ、レオニャは全然変わらないにゃ。イライザが羨ましいって言ってたにゃ。そっかにゃ。私も羨ましいわ、それだけ食べて太らないなんて。うん、まあレオニャは特別なんじゃろう。そういえばフレーネももう押しも押されぬ有名画家よね。ええ、何度か美術館に行きましたけれど、素晴らしい才能ですよね。どうしてあなただけ。私は大丈夫だったのに。君の私の因子はブリュンが。どうしたのフレーネ。そうだったんだ。だから私だけ。それって1年前に拾ったブレスレットじゃない。結局誰が落としたのかしら。もう最近そんな調子じゃない。気分転換に外に出てみない。いいですね、とてもいい天気ですからきっと気持ちいいですよ。はい、そうですね。
私もご一緒させていただいてよろしいでしょうか。もちろんですわ。それならみんなで散歩に行きましょう。ピティさん、私たちは出かけるけれど後片付けってお願いできる？はい、かしこまりました。イライザさん、彼女は最近雇ったメイドさんなの。何でも恋人を待っているらしくって。恋人だなんて。私だけじゃなかったんだ。それじゃあ出かけるから、あとはお願いね。いってらっしゃいませ。お久しぶりです、フレーネさん。まさか人間になっているなんて思わなかったわ。マギーさんにお願いしてホムンクルスの体を作ってもらったんです。でも目覚めたら誰もマスターのことを覚えていなくって。そうね、天使の因子が抜けていた私のことでさえあの直後は忘れていた人がいたくらいだもの。因子が残ったものだった彼は。でも私は待ちます。このブレスレットが残ってるんだから、マスターもきっと帰ってきます。そうね、私も信じてる。ありがとうございます、フレーネさん。それじゃあ行ってくるわ。みんなが待ってるから。行ってらっしゃいませ。フレーネさんにはああ言ったけど、私不安です、マスター。でも私にできることはこうしてマスターを待つことくらい。願わくばもう一度マスターと。私は自分の心をひた隠しにし、彼に対して努めて使い魔としての態度を取り続けた。声をかけてくれた彼に私は素直に答え、いつものように彼のそばに寄り添うように飛び始めた。いつまでもこのままで、私はそう望んでいた。前に人が倒れていたの。怪我はしていないみたいだけれど、ひどく疲れているみたい。お願い、水を持ってきてくれる？あ、はい。お待たせしました。何やってるの？早くお水を。マスター、ずっと待っていました。それじゃあこの人が。私のことよりもマスターがご無事で。もう二度と私を置いていかないでくださいね。私はずっとあなたのそばにいます。ずっとあなただけのそばに。二度と離れません。何者も
私たちを引き離すことはできません。マスターがどこへ行かれようと、私は二度とマスターを見失いません。でも今はこのままマスターと抱き合える喜び、もう少しだけ噛みしめさせてください。マスター、愛してい